はい、皆さんおはようございます。令和も釣りは楽しく真剣に。今回はですね、羽田の亀田屋さんにライトアジに伺ってます。まあ、ライトアジといえばね、本当に船釣りエントリーの方がまず一番手っ取り早くやって、ちゃんと魚も釣れて、で非常にライトタックルで、で、まあ、今日も東京湾の奥の羽田から出てるんですけど、身近なところから出船できるということで、たくさんの方がやられてる釣りだと思うんですけども、僕個人的にはまだまだあんまりやってない釣りなんですけど、だけど、まあ、基本は私もある程度身につけておりますので、その辺一からですね、初心に戻ったつもりで、ぴっちりと、今日ちょっとめちゃくちゃ寒いんですけどね、熱い釣りが、あったかい入れ食いであったかい釣りができればなと思っております。よろしくお願いします。タックル関係はですね、まあ、ライトゲーム系の73、僕はリーディング 73MH って、まあ、先が比較的しなやかで、まあ、しっかりコマセの触れる73の MH あたり、まあ、このあたりが、まあ、ライトゲーム系の73のちょっとバットに張りがあるタイプが、まあ、一番使い勝手いいのかな。まあ、この73の MH あたりを1本持ってれば、まあ、大きい魚ではアマダイであったりタチオであったり、まあ、このライトアジであったり、いろんな東京湾1本揃えるなら 73MH みたいなところ、まあ、それを使ってみたいと思います。今日天気がめちゃくちゃいいので、朝寒いですけど、多分日中になったらいい日和になってアジも釣れてるらしいので、ちょっとがっつり久しぶりに楽しんでまいりたいと思います。行ってまいります。はい、ポイントにつきました。ではまず、準備と、まあ、基本的な動作を説明したいと思います。まず、まあ、仕掛け、今、むつ針10号の3本針を使ってます。で、餌の方は赤タンか磯目か青磯か配られ、両方こんな感じで配られております。で、まあ、自分は比較的磯目が好きなので、だいたい2センチぐらいにちょいと切りまして、まあ、3本針3つともつけるんですけど、まあ、基本頭から通して、まあ、ちょっと出すみたいな、こんな感じで、もうちょっと食いが渋いときは長くてもいいんですけど、まあまあ食ってるんで今短めにしてます。そして、あとライトビシ40号のライトビシですね。で、蓋こんな感じでパカッと開きます。そして備え付けのミンチを、まあ、軽くすくっていただいて中に、まあ、詰めます。まあ、びっちり詰めてもいいですけど、ちょっと固めなんで、まあ、7、8分目ぐらいにしといてあげればいいかなと思います。こんな感じで、でビシを持ってロッドを持ってクラッチを切って軽く前に投入します。で、水深が今、まあ、約20メーターぐらいなんで、今着底しました。まあ、ちょうどカウンターで20メーターで、まあ、糸のマーカーを基本見ていただいて、まずちょっと1メーターぐらい、あ、ちょっとついたらちょっと気持ちハリスが吹けるのを待って、馴染むのを待って1メーターぐらい切って、ちょっと鋭く2回ぐらい振ってやって、あと1メーター巻いて鋭く、こんな感じで、下から2から、まあ、3メーターぐらいまでの間
今ちょっととりあえず低いところよりもちょっと高めの 2.5 メーターぐらいのところで当たってたので、その辺で今待ってます。大概はまあコマスピッピッとこう振って、そのコマセの中に餌が馴染めばアジがいればブーッとかかるんですけど、今かかりませんの時はもう一回クラッチを切って着底させて、また1メーターハンドル1回転半ぐらいですね巻いて、鋭くシャープに振ってあげる。もう一回で待ってると、あっとこんな感じで当たりが来たら、あとはもうゆっくりゆっくりゆっくり、あんまりガーッと早く巻かないで、だけどあんまりゆっくりすぎてもダメですね。でビシが見えたらビシを取って、ビシをカゴの中に入れてこんな感じで、はい釣れました。バッチリ。こんな感じでやってみてください。ちょっと今回ですね、はい、あのせっかくちょっと僕も一緒に乗り合わせたので、まあライトアジ、はい、この釣り今レンタルタックルお使いじゃないですか。ちょっとその専用タックルというか、はい、すごくやっぱり使い心地がそれ用に開発されてるので、はい、ぜひぜひちょっとこれで使ってみて、楽しみです。バッチリ釣ってみてください。はい、ありがとうございます。あ、着いた。で、1メーターぐらい巻いて、で、ちょっとしっかり、そうですね、ちょっと竿が柔らかめなのでこうしっかり、はい、振ってあげて、で、1メーター、そうですね。お、来た。来た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 。すごい。おめでとうございました。結構いい当たり。そうですね。分かりやすかったですね。分かりやすい。はい、軽いしね。すごい軽いですね。し巻きも、はい、まあ早いしスムーズですし、はい、アジじゃなかったですけど。が失礼ました。で、じゃあちょっと実際ボタさんも使ってみてください。はい。はい、お来た。来た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 。よしよしよし。その先めめって来たね。来ましたね。あ、ゆっくりゆっくり。ゆっくり。もうちょっとゆっくりです。いいよいいよ。お、引いてる引いてる。アジでありますように。はい、着いた。お、アジだ。アジだ。アジだ。そう、まず竿をビシを取って、で魚を抜き上げる。おお、やったー。やったー。ね、やっぱりね、女性の方が持ってますよね。ありがとうございます。今着底しましたので、ちょっとそこ切って、結構ね、ベタ底で乗ってくるんで、しっかりコマセを振って1メーター巻く。極栄のコンセプトゲームの MC ですね、の150っていうことで、まあ結構ね、このライトゲーム系いろいろラインナップありますけども、こっちは丸い形にも使えちゃう。 OK、 コンセプトゲームで釣れましたね。バッチリセンターのいいとこ、一番いいとこが合ってますね。ずっと引き上げて小さい当たりをキュッコッとこう引っ掛けたらバッチリ。まあまあね、横浜のアジとしてはレギュラーからちょっといい方かなっていうサイズですね。はい、皆さんお疲れ様でした。ライトアジということで、まあ個人的にも久しぶりだったんですけれども、まあまあ型もよくってすごく釣れましたね。まあライトアジっていうと本当ね、周年楽しめますし、まあ超過的にも結構手堅い釣りですので、
まあ、これから船釣りを始めてみようって方には、まあ、すごくおすすめな釣りだと思います。ぜひぜひ皆さんライトアーチやりましょう、というか船釣りをみんなでやりましょう。今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。